こんにちは。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 みんなのこんにちはが言い方が独特。今日なんか顔が違うね。あ、わかる。なんだろう。顔が違う。髪の毛切りました。めっちゃ短くなった。あとね、6センチぐらい切ったのかな。めっちゃ短くなった。そう。めっちゃ短くなったけど。もうそれだけじゃないよね。なんか今日顔が違うよね。そう、顔が違うんだよね今日。なんだろう。そう、めっちゃ軽くなった。すごいストーンって。雰囲気変わった。まあそうね、長、めっちゃショートにしたとかではないけど。ショートにしたの？若干切りましたね。耳かけた方がいいのか。メイクが大人っぽい。わかんなかった。うん、わかる。自分でも今日顔見てなんか違うなって思いながらも始めたんです。だからなんだろう、多分ね、何かをやり忘れてこうなってるんだけど。うん、何なんだろう。何だろう、何だろう。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってね。おかしかった。なんか違うよね。わかる。なんか違うんだよね今日。なんなんでしょうか。まあよくわかりませんが。あ、チェックに、チェックに、ここに鏡あるからチェックいらないけど。なんだろうね。髪の毛が。なんだろう。サイヤメイク。え、でも常にサイヤメイクなんですよ私は。そう、常にサイヤメイクなんです。そうだからね、なんだろう、特に変わったメイク道具も使ってないんですけど、大人っぽくなった。服かな、なんだろうね。わかる。私もなんかね、なんか結構違うなって思いながらメイクしてた。なんだろうって思って、大人っぽくなったってみんな言ってくる。大人っぽくなったか、なんでしょうか。髪は巻きました。でもメイクはいつもと一緒なはず。何かやり忘れていなければ。リップの色、いや一緒なんだよな、いつもと。あいつももっと濃い色を使ってるか、深い色。 TikTok のシャーベットピンクのダンス、嬉しい。そう、研究生でリレーでやってて、昨日5時ぐらいに、あ、6時ぐらいにあげたんですけど。ぜひいっぱい見てください。ね、シャーベットピンクのさ、サビのダンスをフルでね、個人であんなね、見えるのなんて、多分見られるの初めてだったから、どうしようって思ったんだけど、あれは2発撮りです。
2発撮りで2回撮ったんだけど1回目のやつに結局したので、ぜひ見てください。あ、そう、コメントもね見てますので、しっかり見ておりますので皆さんコメントもしてください。ぜひ、新潟ってすごい曇りが多いからさ、めっちゃ眠くなっちゃうね。そう、全部コメント読むんですよね、なんか気になっちゃって。そう、あ、そう、ポニーテールしてたんだよね、あの時。そう、巻きポニーをしてたんです。大人っぽくなってびっくりした。わか、なんだ、今日顔が多分違うんだよね、いつもと。何なんだろうかこっそりコメントした。あ、ありがとうございます。そう、最近ね、755をねとやろうっていう心をしっかり持って755もコメントしてるので見てください。もうなんか、や、顔が違くてびっくりしちゃう。見てて自分で面白いな。よいしょ、もう一個でしょ電源切っちゃった、携帯の、携帯の電源落としちゃった待って、これ、ね、よいしょ、止まりました。そう、755を最近、そう、 SNS やろうって思って、ガーって上げるときはガーって上げちゃうんで。おはようあるとテンション上がる。本当にこの前ね、え、昨日だっけ？一昨日だっけ？なんか昼ぐらいにおはよう送ったな。そう。そう、おはようをね、755開いたらおはよう言おうって思って。そう。おはよう言いました。あんま755でも755でおはようお休みをしっかり言おうって思うんですよ。でもそうするとこう755をいざ開いた時におはようとお休みしか書いてないのってちょっと面白くなんないですかちょっと面白いかなって思って。そう、だからこうなんていうんですかね、まあそれっぽく、まあ適当な感じの日、なんていうんだろう、毎日じゃないけどたまにおはようを言う、そう感じにしてますね。お休みはあんま755で言わないかな。うん、お休みは基本メールだけかな。毎日おはよう言うと嬉しいですか皆さんおはようだけど、そう、でもなんか私 SNS やる日はもうやろうって決めた時だなんですよ、大体。だからもうやるってなったらフォトログもインスタもツイッターも755も全部やっちゃうんですよ。そう、一回になんかさ、なんていうの、その平等にできないんですよね。今日インスタ上げて、じゃあ明日ツイッターやろうとかできなくてもうその日にツイッター、インスタ、フォトログ、755、はい、メールもバーって送っちゃうんですよね。そう、あ、嬉しい。じゃあこれから頑張ろうかな。おはよう、お休みを。ちっちゃいもん755がなんかね、ちっちゃいもん755ね、目を通し忘れちゃうんですよね。でもまあ何度告知とかはしてんのか。そう、ちっちゃいもん755見てくださいそう、ちっちゃいもん755にもみんなコメントぜひしてください。そう、なんかね、平等にしたいんだけどね、多分そういう性格なんだろうね昨日だったっけな、昨日かな、一昨日かな、もうインスタツイッター一気に上げちゃって、通知来るようにしてないんだよね。そうそう、してないんですよ。だって通知来るようにすると多分すごいことになるんですよね。そう、いろんなのがガーって。そう、だから通知は止めてますアプリなんか入れても通知をオンにすることないかな。うん、ない。なんか最初にアプリ入れた時になんか通知を許可しますかって出るじゃん。でも許可しないにしてる、
許可したことない。そう、絶対許可したことない。なんだろう、唯一メールとかも許可してないし、あんまりだから結構 LINE もグループは全部通知を振ってますね。個人のやつはオンにしてるけど、大体でもグループは全部オフってますね。そう、グループ、私グループ LINE とかね、そう、すごいさ、すごいいろんな人が喋るじゃん。そうだからね、入り方が分かんなくてね、いつも見てるんだけど。そう、でもすごいさ、一人喋りだすとガガガガガって来ちゃうから、だいたい通知を振ってるかな。ちっちゃいもんクラブのはオンにしてるかな、一応。そう、大事なことを話すときが稀にあるので。そう、あ、そう、ちっちゃいもん毎日挨拶ありがとう、見てます。そう、そうだからね、あのグループの通知とかを振ってるから分かんないんだよ、そう、 LINE が来てるってこと。だからこう寝て起きたり、こう普通に生活しててふと携帯見るともう100何件とかになってるんですよ、 LINE が。100いかないけど、 LINE って99プラスとかになるけど、999プラスか最大が。そう、だからね、びっくりすんの、えって思って。誰だって思って、いつも開いてみんなの会話見て、ふーんって思ってまた閉じるみたいな。そうそう、めっちゃ来るの。なんかお仕事の LINE なんて、普通に研究生とかちっちゃいもんでも、なんかおふざけ LINE っていうのかな。普通に会話、そう、お話みたいな、おしゃべりみたいな、そう、おふざけ会話みたいなのをするとやっぱあれだけの人数がいるのですごいことになるんですよね、多分。うおーって思って、そう、びっくりするんだよね、開くと。だからそう、あんまピコ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 携帯が鳴るのが好きじゃなくて、そう、なんか自分が見たい時に見たいので。そう、だからあんまりなんかピコピコ鳴ってほしくない。誰がよくないですか、わかんない、誰だろう、結構ランダムなんじゃないですか、うん、でも割とね、結構よくピコピコ私のはなんないけどね、鳴ってますね。そう、めっちゃすごいの。あと私ね、基本あのマナーモードなんですよ。そう、マナーモードで、ちっちゃいもんは基本オンにしてるんですよ、通知を。そうするともうすごいの、ブー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 って携帯が、もうなんかあの机の上とかに置いてるとさ、もうすごい振動なの、めっちゃ鳴ってんの、携帯が。そう、でその会話を見て、あ、大事なことだったら入るし、本当におふざけだったら、まだおふざけで見て、まだ会話続きそうだなって思って、まあ他に私が何かやってることなければその会話に参加するけど、なかったら通知をオフにして、会話終わったなと思ったらオンにしてる。ちっちゃいもん、ハッシュタグ筋トレクラブ、あ、じゃあ今日755に私あげようかな、ちっちゃいもんクラブの755に筋トレクラブの写真載せます、見てください。後で誰か載せたかな、今日載せてないか、載せてたらあれだね、載せてたら載せないけど、載せてるかな。載せてるかな、誰か。そう、筋トレねしてるんですよ。そう、めっちゃしてる、ま、本当に毎日してる。本当に毎日してるんですよ。そう、だから毎日ちっちゃいもん755にあげようねってなってるんだけど、みんなあげ忘れてる、あげてる。今ね、割れてないです。割れないんじゃない、女の子って。あんま割れなそう、横にはね。そうね、サラお誕生日ですね、明日、明日かな、サラハッピーバースデー、サラキ。
サラダね、すごいね。サラが同い年になっちゃいます。やばい。はるかも同い年になっちゃったし、あれ3月生まれだから、そう変わんないんですよね、高1トリオ、高1だよね今。そうはるかも同い年になっちゃって、今度はサラも同い年になっちゃって、8月には青まで同い年になっちゃって、そうなんか年上でね、威張れる期間が短いんですよね、だからそう年下なくせにとかたまに言うけど、はもう同い年だしって言われるそうそう同い年になっちゃうんです。もうそうね、なんかそうなんか高1トリオが割と早いんですよね、誕生日が3人とも。で私が遅いから、そうなんか毎回すぐ越されちゃってそうなんか年上でいる時間より同い年でいる時間の方が長いんですよ、だからそうだからね、ちょっと嫌ですね。さらにタンプレはね、ビューラーが欲しいって言われたのでビューラーを買おうと思いますそう私がさらのビューラーを借りた時になんか、え、これめっちゃゴム壊れてないみたいな感じで、なんかもう結構使ってるみたいで、すごいそのビューラーのゴムのところがめっちゃねへこんでたんですよ。だから、え、これやばくないみたいなこと言ったら、じゃあビューラーちょうだいって言われたんで、ビューラーあげます。何がいいんだろう。でもそうなんだ、そうサラ、でも確かにサラずっとあれ使ってるなって思ったそう学年では年上だけど、そうね、私が3月だから本当にあと1ヶ月もないぐらい、私高速生まれたら同い年って考えると怖いよねそう 半ヶ月っていうのかな、なんていうんだろう、1ヶ月の半分遅く生まれてたら同い年だったのか、面白いね。そうすれば高一トリオで一番年上になれたのかそうだよね、半月か半ヶ月みたいな、そうそうそう、そうなんですよ。そうなんかね、7月8月がめっちゃ誕生日の人が多いんですよね。しかも特にちっちゃいもんが渋滞してるので結構大変なんですよちっちゃいもんがすごい固まってるの。そうだ、ヤヒと私以外もその7月か8月、7月がユウとサラ、あれ春か何月、春か6月か、春かが6月で7月がユウとサラで8月が青、すごいんだよね。だからで1月がヤヒで3月が私なのか、そうそうなんですよ。どんどんね、そうでね、今はるかのタンプレこの前渡して、でユウのタンプレも買って、で今からサラの買おうって思って、でも3人ぐらい渡すわけじゃないですか、だからだいぶお金減りそうだなって思ってたんですよ。そうでもなんか昨日お財布を昨日お買い物したんですよね、昨日一昨日かな、結構お金使う場面があってそれでお金出したんですよ。割となんかお財布にお金が入ってて、なんで減ってないんだろうって思って、私どこのお金使ってたんだろうって思うぐらい全然お金が減ってなくて、そう何なんだろう、そうだから割と余裕を持って生活できる。でもそう思うってことは、もしね誕生日がない時だったらめっちゃ今お金入ってたんだろうなと思ってそうだからね、なんだろう、私は完全にお小遣い制ですお小遣い制、お給料とかも全部ママが持ってます、持ってるっていうかママが管理してる。そうでももらってないですね、あのお給料は自分はもらってない、なんて言うんですかね、自分はもらってないって変だけど、なんていうの、ママが使ってるわけじゃなくてママが管理してて、全部っていうか
1ミリたりともお給料からお金をもらったことない、使ったことない。そう、2年ぐらいやってるけどそうなの、完全にお小遣い制ですね。まあ、学生のうちはそうなんじゃないですかね。だからでもお金がさ、なんかすぐ出ていっちゃう日とかあるよね。なんか1ヶ月、え、今月もうこれしかないみたいな、そう、そういう日あるよね。わかる。そう、3月ね、3月も多いんだけど、3月自分もいるからなんかそんな苦にならないんだよね自分も3月だから。そう、そう、完全にお小遣い制ですね。うん、自分の口座にいくら入ってるのかも知ったことない、なんていうの聞いたことないですね。だからそう、いくらと思って、なんか私こうお年玉をもらうじゃないですか、あの正月に。で、あの今年もお年玉もらったんですけど、初めてお年玉使ったんですよ。そう、去年まで、あの生まれてから去年まで、あのお小遣いじゃなくてお年玉を使ったことがほぼなかったんですよ。全部もらってママに預けて口座に入れてもらってたんですよ、自分の。そうで、去年もらって別に持っててもいいよみたいなこと言われて、でも私でもよかったんですけど、でもなんか買いたいのもあったから、じゃあ持っとこうって思って、でもまだ残ってるんですよね。そう、残ってるの、まだ、これにまとめて入ってるのそう、入ってるの、まだ結構入ってるよ。何枚入ってるんだ、いくらは言わないけど、めっちゃ入ってるよ。3、4、5、6、7、お金のお札が8枚入ってるそう、何円札かは予想していただいて、8枚入ってる。うん、でも昨日この中からママの誕生日プレゼントを買うのに使いましたそう、ママの誕生日プレゼントをここから出して、そう、だから本当に初めてもらったそう、初めてそのお年玉を使っ、まあ使ってないけど実際使ってないんだけど、あのママに預けなかった、今年初めて。うん、でも使ってないんだったら口座入れちゃえよって思うよね本当に。そう、なんかでもずっと置いてあるそう、お年玉をお財布に入れると使っちゃうし、結構なお金をもらうわけだから、ちょっとお財布はなと思って、そう、だからあの何、私は基本全部封筒の中に入れますね。うん、なんかお年玉じゃなくても、おばあちゃん家に行った時にお小遣いって言ってこう袋に入れてもらった時も、まあ本当に行った時のお小遣いだから、そんな1000円とか2000円とかのなので、だからそうやってもらってもお札を出して入れないです。なんかお小遣いはお金を入れていくけど、そうやってもらってもお財布の中に封筒で入れちゃう。なんか封筒で入れとくとあんま使おうって思わないんだよね。そう、大事に使おうって思えるんです。そう、お札がね入ってると使っちゃうけど、封筒にあると謎に大事に使えるっていう。そう、でもそれ私だけだと思ってたら、サラもやってて、この前。そう、サラとご飯食べに行ったらサラが封筒出しててそう、だから、あ、やっぱりそうなんだと。そうそう、あ、ペイペイもね、私ペイペイもめっちゃ使っちゃう。そう、ペイペイ便利だけどさ、やっぱりお金って感覚がないから使っちゃうよね、やっぱり。でも楽ですよね、コンビニ携帯だけ持っていけばいいから。そう、お年玉って何歳前もらえるんだろうね。何歳だろう、20歳までかなそんなもらえないかね、いつまでもらえるんだろう。でも高校までかな、大学に行けば大学までもらえるのかな。
高校卒業まであと2回か2回だね、あとやばいな。でもまあ人によりますよね。私のいとこは高校卒業してももらってたかな。うん、まあ人に、確かに大学に入れば大学の時ももらえるのかな。ハートありがとうございます。うん、かな。なんで学生してるうちだね。じゃあ私はどうなるのでしょうか。わかんないね。じゃあ大学に行くのか行かないのか、そういうことだね。確かに学生終わればもう職に就けるもんね。高校終われば。あげる側はやだな。あげる側はやだな。まだあげる人はいないかな。私はあの、なんだっけ、めいっ子っていうのかな、何誰だ、いないかな。ね、いないかな、まだ。いとこの子供ってこと？ん？ん？めいっ子って誰だ？めいっ子って誰なんだ？そうそう。妹にはあげないんじゃない？だから家族じゃん。あ、親戚にね、ちっちゃい子いないかな、私は。あとちょっとです。あと2、3分？あと1、2分かな。え、妹にあげんの？兄弟の、あー、じゃあいないですね。ね、1個、お1個。クーラー消したら静かになった。あ、確かに年が離れてたらね。そんな離れてないかな。離れてるけどそこまでお年玉あげるほどじゃないかな。あ、確かに稼いでたりしたらあげる側になるのかな。そう、でも今16だからまだあげる側じゃないかな。あげる側ってもう20歳からじゃないですか。18とかでもあげる側じゃないんじゃない。どうなんだろうね。18であげる側って早くないですか。でもあれ、あ、もう11時ですか。時計が11時かな。ということで、やばい、お年玉の話で終わった。ありがとうございました、皆さん。ありがとう。ありがとうございます。ということで、まあね、私もあと2回ということで、お年玉がもらえるのは頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。